お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらペッカエリババデッキ紹介していきたいなと思います。メガナイトエリババはね、すごい流行っていたんですけど、ペッカエリババですね、もう火力と火力がね合わさった超火力、ペッカデッキと、いうわけで、こちらやっていくんですが、これがですね今グラチャで勝率1位でございます。僕がね、定期的でよく動画で紹介するんですけども、8割をね、今回超えましたね、勝率が。で、勝率8割っていうと、だから10回やれば8回勝てるっていう、理論にはなるんですが、この8割超えることって、マジでなくて、あって、75% とかがね、結構すごい。75% とかでも、勝率ね、結構高い方で、めちゃくちゃすごいんですけど、8割超えはね、マジでね、1年のうちに、ほんと数回あるかどうか、それぐらいのね、デッキです。で、今回それが、生まれたんで、紹介していくんですけど、2位のデッキでも、勝率 71% とか、多分そんなもんなんですよね。だからもうダントツでね、今これが、グラチャレ回るなら、強えよっていう感じでね、今日やっていきます。で、今ね、マジでさっきも多分、試合の履歴僕見たら、エレジェイみたいな感じで、エレジェイとバカ当たってるんですけど、それぐらい今エレジェイとかね、あとゴーレムだったり、そういう大型がね、多いので、それに対してこのね、ペッカ、エリババ、さらにはトリトンが入ってるっていうので、重量級にね、強いよっていう、だからこそ勝率が高いよっていうデッキね、だと思います。だから、普段はね、やっぱゴレとか、エレジャイとかに、ペッカだったり、エリババをね、あんま裂いたらダメというか、それ用に取っとかないといけないとか、あるんですけども、ペッカもエリババもトリトンもいるので、ぶっちゃけトリトンさえいればいいみたいな感じなんですよね。だからペッカもエリババもね、ガンガン攻めで端前とかでね、出してもいいと思います。どうしようかな、これ相手。今、ベビドラも裂いて、トルネも裂いてるんですよ。だから結構これね、普通にきついと思うんだよな、これ。さあ、なんならエレキとかも追加してあげてね。ペッカね、ペッカプラスのエレキのこの形が強いんですよね。で、気持ちタラババぐらいね、やっといてあげてもいいんじゃない。で、ザップとかも打ちながら、よしタルババザップのライトニングっていうね、なんかサンスペルっていうのもこれまた珍しいところなんですけど、ザップとタルババがね、ニコスなので、ペッカエリババとかだと全体的に重たいところをこのニコスでね、気持ち使いやすくしてますね。これがなんか4コスのユニットとかだと、全体的にやっぱね、重たいっていうね、印象になってしまうんですけど、気持ち軽く感じるっすね。本当に気持ちいいですけどね。さあ、で、ライトニング打つ必要もないかもしれないんですけど、相手のベビドラとかはね、厄介なのでね。さあ、ライトとかも打っていけば、僕が負けることはないですね。っていう、超大型メタデッキですね。大体は多分ライトがあると思うので、僕はこう、マザネクとエレキとかね、あんま一緒に被せて出さないようにですね。これライトニング来ると思うので、もし来てもね、こうやって、トリトンで引っ張ってあげれば、エレジャイ絶対通りませんよっていう、超大型メタです。はい。マジ、それぐらいね、今、エレジャイとかゴレが流行ってるので、メタっとけばそれだけで勝てるよっていう、さっきもね、ここか、そう、3連チャンとかがありましたね。そんぐらいね、多いです。すげえな。ペッカとエリババとトリトンっすよ。通らねえよな。俺がエレジェイとか使ってても絶対通んないと思うんですもんね。さあ来た。最近多いっすからね、このホレイチューが。とりあえずロリバー行きた、これ。相手は初手これ来てね、勝ったぞと。もう俺もしっかりペッカあるんでね。で、なんならのゴールもトリトンでキング起動できたら理想なんですけど、ペッカいるから、ペッカがね、ゴレを溶かしちゃいそうなイメージはちょっとありますよね。で、言ったら、光栄は本当はね、マザーネクロとかで、なんて言うんですか。豚にしていきたいんですけど、よいしょ。さあ、ここはいいライトニングがね、決まっていきましたね。理想の防衛としたら、ゴーレムをトリトンでキング起動。で、光栄を、マザーネクロで豚にしつつ、ユニットでね、守って、るのが言ったり理想ですね。はい。それができると、キング起動できるのでね。やっぱ大きいですよね。できないときは、今みたいな防衛もありですね。さあ。どうしようかな。エリババ端前出してあげたいよな。相手、ボンバー、メガゴ、ダクネとかでしたね。エリババ、とつらせればいいんじゃない？で、スケルトン部隊用に一応ザップだけ構えますね。はい。
はい、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 来るぞ。来んのかい。で、まあ、ここですね。ここはトリトンでキング起動しつつ、後衛にマザネカ当てれると理想だったんですけど、まあまあ。よいしょ、トリトンでキング起動しつつ、で、エレキで耐えます。で、これ多分ユニット追加がね、もしかしたら来るんすよね、っていう思いもありながら、タルババをサッカーすごい迷いましたね。よし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 。1000も耐えればいいんじゃない？で、相手はダクネ、ボンバー、ベビドラ、メガゴだったので、多分ですがライトニングが入ってる方ですね。なんかスケルトン部隊とか、なんかそういうユニットがいると入ってないんですけど、よいしょ。さあ、これで相手もね、ちょっと、あれ？ユニット出しにくくね？っていう、なりますからね。でも僕はトリトンとかもいるので、ガンガン攻めペッカしちゃっていいんですよ。なんか意外とゴーレムデッキって、ペッカの受けがね、少ないんですよね。だからこういう感じでね、もう攻めてあげれば、それだけで相手はきついですね。で、僕はなんなら余裕があるっていう。さあ、タルババとかで受けながら、よいしょ。ザップもね、ちょっと暇なんでね、ちょいちょい使いながら。さあ、相手もエリババでしたね。ゴレエリババ。ですが、もう鉄壁すぎますね。トリトン、エリババすべていて、まあこういうのもね、マザネクとか、いろいろ組んであげれば、それだけでね。さあ、相手はもう15秒なので、これきついでしょうと。で、ここでエリババとか行ってあげると、このエリババの防衛もしないといけないんでね。この辺にボンバーとかよく出ますからね。さあ、転がして、最後はまたトリトンでゴレを吸ってあげれば、もう大型メタデッキなので、負けるわけがないですね。まあもしかしたら、たまたまなんか事故るとか、あとはまあクローンとかだったら、まあ、なんか分かってるとね、相手がクローンデッキって分かってると、まあエレキとかマザネクとかやっぱザップを大事に使えると思うんですけど、なんかね、普通にマザネクとかされてザップとか打ったところで、うわ待ってクローンされたとかだと、意外とね、ワンパンされる可能性とかもあるかもしれないですが、まあ基本的にはね、やっぱ大型には負けないですよね。まあ、あとこう、ちょっとね、いい感じに活躍してくれるのが、まあ、ライトニングかな。ライトニング、まあ、だからこそ、ね、ライドラだったり、まあ、なんか相手もね、え？ライトなの？っていう、びっくり攻撃が刺さったりしますよね。よいしょ。さあ、今回とは 2.6 ホグかな。まあ、こういう相手とかだとライトがすごい刺さると思いますね。マスケがやっぱ5とかだと、ね、まあ、5ザップで処理はできるんですけど、ライトニングはね、マスケと大砲とか、マスケとアイゴレとかをいっぺんに処理できるから、ちょっと便利ですよね。このハグちょっとなんか嫌だったの。キング起動したかったけど。まあ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 。さあ、からの？これライトニング打つだけできついと思うんですけど、まあぶっちゃけライト打たずに、こう攻めるだけでもきついと思うんですよね。いやでもマスケと大砲、あんなに綺麗な位置に被るならライト打ちたかったな。いや、いい受け。相手のこの受けめっちゃいいっすね。で、アイスピとかでね、ペッカを凍らして、ナイス。まあ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 。さあ、エレキザップとかでホグ来たら守ろうかな。来なかったらザップだけ。さあ、26。耐えたいですね。序盤耐えてしまえば、後半僕が形作って、なんか勝ち目がありそうなんですね。あとはライトニングの、なんか、タイミングめっちゃ大事かもしれないですね。ライトを、大体知らないから、やっぱ刺さるんですよね、絶対。マスケ大砲、アイゴレに、ドゥドゥドゥンって与えられるだけでも、一気に有利になります。さあ、ケツペッカから流れをね。こっからですね、ペッカと、うわぁ、うわぁ、すげえ。ちょっと待って、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。いや、びっくり。そんな来る？アイゴレ、スケマスケ来て、ちょっとびっくりですね。で、エリババ、まあ、セパでも何でもいいかな。いや、これでペッカ結構溶けてるのはね、うまいですよね。さあ、からの。まあ、ファイブ打たれるかなーとか思いながら。さあ、ライトニング、これはね、決まるっすね。これが強いですね。で、まあ、ファイブ防衛か。ファイブ防衛。で、ザップ。このザップもね、なかなかの不意打ち。いや、でもいい防衛だな、相手。思ってる以上にいい防衛してくる。さあ、ペッカ出しつつ、一応ホグ来たら、ようにトリトンだけ構えて。もうなんか内側、ペッカを避けたいホグっすかね。ペッカ避けホグ。さあ、ジャキッと。で、いやー、これいいウッドだなー。ちょっと待って、エレキが、ちょっと待って、そんなことある。さあ、ファイブを使った、この辺に、この辺なんかマスケとか出てくるんだけどな、普通は。
いやーなんか全然俺の思った通りにいかんすね。一回待ちましょうか。もう一回耐えて、ペッカから。いや、全然ありますよ。全然ありますけど、相手もうまいですね。よいしょ。まあまあまあ、ここはしゃあなしのね。で、ファイボがあると。あれ、ライトで。うわ、これマスクにも入る。あ、熱い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 。で、スケとか、小物用にマザニク出して、いやー、デファイボか。なかなか、防衛がうまいですね。いや、でも流れは結構いいですね。で、もう一回ペッカ出して、これを繰り返してると、今ダメージがね、ちょっとずつ追い上げてます。エリババいる。ペッカ取れた方がやっぱいい形ですね。うん。で、これライト打っていきやつな。アイゴレ溶けるだけでも、ちょっと熱いんじゃない？で、一旦エリババぐらい行ってあげてね。いや、いい受けだな、マジ。いや、で、タイブレイク結構濃厚なので、僕はもうね、ライトニング削り結構視野に入れていかないといけないですね。よいしょ。もうスペル削りですね、こっから。よしよし、これで勝ちたい。よいしょ。やべやべ。一発入るの痛え。一発入るの痛えよ。でも、鉄壁でライトニング削りしたいけど、これちょっとやばいかな。ホグウッとくる。ホグウッとくる。ザップって、これライトで勝てないのか。やばいやばい、ウッドで終わる、ウッドで終わる。くんだ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 、マジでくんだマジでくんだ。危ない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 。いや、うまいっすね。ウケー。ね、なんか大砲とマスケをね、やっぱライトニングで、ね、一緒に巻き込まれない位置に離されてとかされると、なかなかやっぱ僕の攻撃もこう陸で攻めるデッキなんでね、相手がこうスケアイスピアイゴレ大砲とかみたいな感じで受けが多いとなかなかね通らなかったですね。 いい防衛してましたね。なんかペッカからの逆サイリバはなんかペッカマーエレキと、うん、ペッカエレキと逆サイエリババライトニングとか決まればね、なんかもうワンパンできそうな気がしてたんですけど、なんか思ったよりそんないい形を組めない感じでしたね。さあ、今回相手はウォールブレイカーですね。僕、タルババザップだから結構勝ちたい気がしますが、どうでしょうか？これ来られると嫌だな。ウォールブレイカー来ますよね。まあ、ここはマザニクをね、相手出さずに、次ウォールブレイカーが来るだろうからの、タルザでね、はい、守っていきました。バルキリー槍光ですね。まあ、上手い人が使う、高回転ウォールブレイカーのテスラーとかだとね、思います。なので次は槍光あたりが来んのかな、わかんねえけど。ふうし、トリトンからな。組みたいですね。これ多分2倍タイム入れば僕が強いと思うんですよね。相手のディーガーがなかなかね、入らなくなるので。それまでは結構耐えかもしれないな。やっぱライトニングはね、6コストあるので、序盤なかなか打てないですよね、打ちたくても。で、まあ、マザニクには多分5打たれるかなっていう。で、テスラともう一個ね、バルキリーとかに意外とライト打てたら熱いかなとは思うんですけど、そううまくはいかんすよね。そう、待って、最悪。それ結構最悪っすよね。うん。で、相手は陸の受けがね、そこまで優秀ではないから、こういうウォールブレイカーでね、リク受けとかしてますね。いや、今のマザニク痛いっすね、マジで。勝ちてぇなぁ。タル。よいしょ。ウォールブレイカー来んのかな？からのウォールブレイカーだな。はい。さあ、ウォールブレイカーにはね、エリババが結構受けて優秀です。ですが、この相手のコウモリ持つせいと。いやー、これ勝ってるかなぁ。うまいっすよね。カードの回し方がうまいっすね。よいしょ。いやー、いいね。いいね。いやー、こっからですね。相手は俺がライトニングって知らねえからな。でも相手のディガーとかも嫌っすよね。てか、バルキリーも嫌なんですよね。撃って。いや、でも通らねえか。いや、勝てー。
いや硬いけど、これ多分エリババ必須っすね。逆サイエリババ必須の中で、よいしょ、よしよしよし、いや絶対いけます。だからペッカと逆サイエリババですね。同サイドの勝負がダメなら、これオールブレイカー来たらでも終わるな。これやべえよ、やべえよ、エレキ、わあ、いやうめえな。ちょっと待ってよ、なんでだよ。全然通らない。さあザップ打ったらコウモリとかされちゃうのかな。コウモリ、コウモリが来ないね。いやうまいっすねこれ。無理っすね。なんでだ、全然、あー全然通らなかったな。やっぱこう大型特化しすぎなのかな、もしかしたらね。高回転ウォールブレイカーとか今マジでマルチの上位でも本当いない。まあ、日本最強、世界最強の麦ったん、とかも今エレジャイ使って上位上がってたり、まあ、他のも使ってますけど、エレジャイの YouTube 上げてましたね。皆さんぜひ見た方がいいですよ、バカうまいんでね。とかで普段高回転使ってる人がね、そうあんま使ってないので、まあ、使ってる人は使ってるんですけどね。そうウォールブレイカーとかあんまいねえからなね。タルババザップいて勝てると思ったんですが、思ったより通らなかったですね。そんなわけでネクロちゃんです。ネクロちゃんもうマザネクとかね、こうダクネに勝てないですからね。全ての中の最下位のネクロですからね。ダクネにはまあ相性いいようにはなってますけど、だから全然ね使われないっすね。さあもうこれ相手のダクネありがとうっていうぐらい豚を作ってくれるね。いいね、もう一回オーケー。で、なんなら逆サイエリババしたいですね。なんかこう、やっぱペッカーとエリババでね、このプレッシャーが強いですね。ペッカープラス1枚と逆サイドのエリババ、この攻めがね、基本的に強いのかな。なので、これを意識してやれると、勝てるのかなと思いますね。そして相手、スケルトン部隊とかにもザップ打てますしね。はいはいはい。いや、余裕になりましたね。今回相手、ジャイとかなんでね、もう神相性までありますね。さあジャイ、ゴレ、エレジャイあたりはボコボコにできます。あとはなんだ、枯渇とかはもうもしかしたらめんどくさいかもしれないですね。そのやっぱ相手の攻めが通らなくても僕の攻めが通らない理論ですね。やっぱディガーとかがねこの出来はないので、さあこれトリトンが、ね、引っ張っちゃいますが、まあペッカで瞬殺してあげましょう。で後ろのスケに滝が行くのが嫌なのでタルババ転がそうかなとか思ったんですけど、タルを転がさなくてもエレキでしっかり形を組めそうですね。おい、これもう相手無理っすよね。ジャイネクロ、ねえ、まあ、ネクロはわスケラだったんだ。そのエリババだったりが今いるんでね、それ用のカードなのかな。ジャイネクロスケラちょっと面白いですけど、スケルトン部隊もいてね、竜空気すごい多いんですが、まあ、通んないですよね。マザネクいて、まあ、ペッカトリトンエリババなのでね、タンク系にだけ強いです。でも勝率8割超えてるので、基本的にグラチュアでもタンク系しかいないのでね、硬い系しかね。はい、というわけでこちらね、ペッカエリババ、もう大型用のね、デッキでございます。皆さんもね、ぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。